テラー我が生涯戦争と芸術と著者長峰清成1ヒットラー一族発祥の地母の聖地シュピタール村その村には一つの言い伝えがあった。昔フス派の人々がボヘミアからこの地にやってきたという。また彼らはその時四台の馬車に乗って逃れてきたのだと思う。この話はどこか伝説めいているが必ずしもそうではない。フス派の人々による宗教改革を求める運動のことは歴史上の事実だからである。オーストリアの北部チェコとの国境に近いこの地方一帯をニーダーウストライヒすなわち低地オーストリアという。そしてヒットラー一族がいつ頃かは不明にしても何代かあるいはもっと昔から住み着いたこの辺りはバルトフィアテルの森林地帯と呼ばれてきた。ウィーンからは西北西に約100キロ余り、リンツからは東北東に約70キロの位置にある。厳しい環境にあるということがそれとなくわかる。この辺りの中心地バイトラの町の郷土史家は言う。昔からここは貧しく、人々が生活するための条件は悪く、そのために人々はひどい生活を強いられてきた。今でもそういう様子はあまり変わらず、人々は勤勉だが、石黒だらけの土地では小麦も作れず、カラス麦やジャガイモを作るのがやっとであると。このため人々は若者をはじめとしてみんな外へ出て行った。外国へ行く者もあったが、オーストリア国内やドイツへ向かう者が多かった。その際彼らは一旦ウィーンを目指した。当時はリンツへ行く大きな道はなく、遠くてもウィーンへ出るしかなかった。辺境に地にあったが、19世紀の半ばにはこの地方の一番大きな町であるゴミュントにまで鉄道が敷かれ、さらにそこからバイトラまでは軌道幅75センチの警備鉄道が走っていたのだ。それに辺境の市といっても決して閉ざされた地域という意味ではない。北方のチェコとの国境までは10キロ足らずで、西方のドイツへは7、80キロの距離だ。その国境線を越えての人々の往来は昔から茂くあったのだ。まだ言語的にはこの地方には南ドイツニュルンベルクの方言があるという。人々の話し言葉は口元が少ししまいのないジャージャーという濁音の多い、お世辞にも上品と言えない感じがするものである。そしてバイトラの西方ではスラブ系の言葉が混じり合っているとも言われる。町の郷土史家が言うように、この辺りの人々はもともと混血民族なのだ。ドイツ民族の血の純血などというのは村人にとってもおこがましい話だったのだ。だから彼らはそこに少しの後ろめたさも感じることはない。ありのままの自分たちの素性を語るのに誰にはばかることもなかったのだ。だいたいこの地球上に数えきれないほどの多くの民族がいるうち、本当に血の純血を保っているのがどれだけあるのか、まず広大な土地を持つ国家や民族ほどその周辺では血の混血が始まる。そしてそれは年を振るほどに各地に広がっていく。またその要因ではなく、大きな事件、例えばゲルマン民族やマジャル人の大移動、それに強大な軍隊による侵略に伴ってできる植民地や入植地の設置によって民族の混血は否応なく広がっていくのである。